続きましての曲よろしいでしょうか。第4曲ですかね。ありがとうございます。皆さんもリラックスしてね、楽しんでお聴きください。4曲目でございます。喜びの歌という曲を、こちらの曲ですね、聴いていただけたらすぐ、あ、聴いたことあるってみんななるかと思いますが、まあ、ベートーベンの作曲の曲でございます。ベートーベン皆さん知ってますかね。20代から耳が不自由になってちょっと苦労した有名な作曲家なんですけども、こちらの原曲がドイツ語の歌詞がついてまして、世界中の人類はみんな兄弟、世界は一つ、このようなメッセージが込められた曲となっております。それではお待たせいたしました、4曲目は喜びの歌です。どうぞ。